四国ツーリング第16話前回ね、UFO ラインを走ってね、もうとてつもない絶景にねはしゃぎすぎて、まあ、後半だれちゃったんだけどまあね、本当になかなか見られない景色でしたね。で今回は、次の目的地、ニコフチに向かってね、また峠道を走っていきます。道中ね結構ステップガリガリすってね、まあこれが後々という事件になるんでまあそれはまた次なんだけどね。今回はねステップをガリガリ振りながらただ走ってるだけの動画となりますんで、まあよろしければどうぞご覧ください。ナビさんによるとこの先ずっとつづら折りだな。よいしょ、ゆっくり行きましょう。もうこのね杉の枯れ葉やめてくれって。道が広くなった。降りてきたね。腹減ったな。なんかねかくところ。なんだこれ。わわわわわわわ。バイパスの通りに出たのかな。これは左でいいのね。94号線なんか食うとこあるだろう。今ねこのネックウォーマー首を口をね隠してたのを外しました。これで声が元に戻りました、てかテンションまだ下がったままで。 UFO ラインがすごすぎてね、その下りが全然テンションだだ下がり今も戻らない。まあ腹減ってんのもあるかな。なんか食うもんねえか。道の駅があった。これで飯が食える。あと1キロ。いやこの駅か。看板何もなかったけど。うわーなんだこの水、すっげえ綺麗。ここは道の駅じゃねえのかな。あ、もうちょっと先だな。よっしゃ。いやでもこの水は綺麗だわ。すげえ釣りに来てえな、渓流釣りあ、そこになんか食事所があった。何があるのかな。ここでいいや、なんか食べよう。味噌カツラーメンってのがあって、え、味噌カツでラーメンと思ったら味噌ラーメンにカツが乗ってるだけでしたでちょっとなんか一味足りないなと思って七味入れたら最高にうまくなりました店主には悪いけど、さあじゃあこれからね、調べました。ニコフチ、ニコフチってとこね、見に行きたいと思います。あのワンラッキーセブンさんのねツイッターの写真ですっげー綺麗だったのが、すごく印象に残ってたんで、 UFO ラインからそのニコフチ行ってる動画上げてるんだけど、我慢して見るの我慢してね、おかげで
UFO ラインは最高にテンション上がったね。さあ、ニコフチはどうかな。なんか肉眼で見るより GoPro のモニター見てた方が明るいんだけど鳥目で乱視も入っちゃったから本当暗いと見えなくなったな。もう48だもんな。50の声が聞こえてくるよ。やだやだもうやだってことはないけどな、みんな平等に年取るんだから、うん、まああと何年バイク乗って釣りに行けるだろうか。仕事の方はね、まあ、当分今のところ辞める気はないんで、まだまだ安月給でね、貯金も大してたまらんし、まあそれでもこうやって楽しくやってるからいいかな。老後は、うん、まあなんとかなるでしょ。認知症にならなきゃね。なんかすごいゴルジュな川だね。どんな魚がいるんだろうね。何気なく走ってるけどこの道もいい道だな。気持ちよく走ってるよ。擦り続けるのはちょっと難しいね。路面の起伏もあるしかな。今ちょっと行き過ぎて U ターンしてきたんだけど、ニコフチってウォーターランドとか書いてるしな。うん、書いてねえな。ニコフチ、ニコフチって看板はねえな。でもなんとかの滝って変わるもんな。ちょっと降りてみるか。